皆さんこんにちは、レオの橋本康弘です。今回ですね、浜名湖にシーバスを狙ってやってきました。今ですね、秋から冬にかかるシーズンなんですけれども、まあね、シーバスもベイトフィッシュを追って、ね、高価格だと思います。今からですね、まずね、日中の釣りを楽しんだ後にですね、メインのナイトゲーム、こちらね、ウェディングで狙っていきたいと思います。まずはこの潮通しがいいところ、水深があるところでね、探って夜に行きたいと思います。それでは早速頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それそれ、どうしたどうした、急に色変えた一発。あ、でも強く嬉しいですね。ありがとうございます。浜名湖のですね、南部ね、表の方になるんですけれども、海釣り公園ですでね、やってきました。今ですね、本当にこう餌釣りの方もたくさんいらっしゃいまして、いろんな魚種が狙えるポイントです。まあ、釣りをする上でもですね、しっかりも柵もありますし、安全でね、楽しめるポイントになってます。まずはここで、マニックフィッシュの77、ね、マニックフィッシュのですね、一番小さいサイズ、最新モデルになるんですけれども、まずはね、これで水面を探っていきたいと思います。マニックフィッシュを水面で跳ねさせるように、ね、トップウォーター的に使ってます。まあ、結構高活性な魚を見る可能性高いんでね、まずはそれらの個体を狙って探っていきます。ベイトは寄ってきましたね。あ、ボイルか、ボイルか、今のルアーを変えました。シーク68ヘビーウェイトです。今表層にですね、小さいベイトが見えるんで、このシーク68ヘビーウェイトで後半をね、探っていきたいと思います。鳥はすごい集まってきた。食べた食わせられない。はい、表浜の海釣り公園の方でですね、2時間ほどやってみたんですけど、まあ、途中からしっかり投げが効いて、水の濁りがなくなってきたタイミングでですね、まあ、ちっちゃいベイトにね、何かしら、まあ、シーバスかアーモノかボイルしてたんですけども、反応取れずでした。ぜひこのリベンジをね、皆さんにお願いしたいと思います。まあ、見た感じね、すごいちっちゃいベイトだったんでね、まあ、3センチ、4センチ、5センチ、それぐらいのちっちゃいルアーをいっぱい持ち込んでいただいた方がいいかもしれません。まだね、結構続くと思うんで、皆さんぜひリベンジお願いします。ってことで、これからね、ナイトゲームになりますんで、場所を移動してね、ナイト頑張っていきたいと思います。このムカムカをね、発散したいと思います。行ってきます。今回使用しているルアーをね、ご紹介させてください。はい、こちらデュオベイルーフマニックフィッシュ77、77mm のね、マニックフィッシュになります。マニックフィッシュ9988ございまして、今回の最新モデルがね、一番小さいものになっております。ウェイトはね、 9g なんですけれども、まあ、非常にこう優れた飛行姿勢によってですね、遠くのポイントまで届かすことができます。まあ、ただ巻きでもいいんですけれども、やっぱり、ね、マニックフィッシュの魅力は水面をね、ちょん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 と、トゥッチかけて水面をね、こう逃げる小魚のようにね、演出させることができる、非常にこう高活性な魚に対して有効なルアーですので、こちらマニックフィッシュ77、こちらもぜひお試しください。はい、こちらです。シーク85になります。まずね、シーク 85S、 こちらがね、 85mm14.5g、 シーク 85HW ヘビーウェイトの方ですね、 85mm20g となっております。こちら使い分けとしましてはですね、まず 85S の方はドリフト、ね、流れがあるところ、夜のナイトゲームとかでですね、流れに乗せてふわーっとこう、ね、流していくような釣りに向いてます。そしてこちらの、ね、85ヘビーウェイトはですね、飛距離を生かして広範囲、ね、直線を巻きで、探っていくような釣りで非常に向いておりますので、
ベイルーフシーク 85S85HW お試しください。はい、続きましてシーク68になります。先ほどのね8号からサイズダウンの68、こちらがですね 68S7.7g、 こちら赤目のね68ヘビーウェイト、こちらがですね 11g となっております。こちらもですねシーク8号、ね、SHW 同様にですね、まあ S であれば、まあ、浅いところもしくはこうドリフト気味に使うとき、ヘビーウェイトは飛距離を生かして広範囲を探るときに、ね、向いております。レンジはですね S サイズのが上になって、ヘビーウェイトが若干下のレンジをね泳いでいきます。まあ、テールスイングアクションにスライドアクション、シークストライドという、ね、アクションも発生させますので、投げて巻くという簡単操作でシーバスが釣れる、そんなアイテムです。こちらもぜひお試しください。さあ移動してきました。これから本番のねナイトゲームに、なります。これからね橋についたライト、その明暗部、そしてね船の航路、ニュース上を狙ってねデュオベイルーフシリーズを使って夜のシーバス浜名湖狙っていきたいと思います。それでは頑張っていってみましょう。行ってきます。シーク68いきますね。ヘビーウェイト、色はねセクシーマジッククリア系です。ちょうど満潮なんですけど、ここから下げてくるとね、どんどん水が流れてくるんで、その時にやっぱ杭が立つと思います。68ヘビーウェイトです。ゴーストパールチャードって言うんですね。いきます。きた、色変えた一発。おいいねいいね、行くね。おうおうおう、どうしたどうした、急に走る走る、ちょっとドラグが緩かったかもしれないけど、あいつ読めちゃう。あ、抜けちゃった、ごめんなさい、抜けちゃった。今日俺ダメだわ今日俺ダメかもしれないなんでバレちゃうなんでバレちゃうあー、クソ当たる。色変えたら良くなった。可愛いタイプですね。ちょっとバレちゃう。バレないバレない。すっごい可愛いタイプですね。いや、はい、釣れました。浜名湖のチーバスですね。サイズはちょっとこんな感じで可愛いサイズになるんですけどね。シーク68のヘビーウェイトです。ゴーストパールチャード、この色が結構当たってますね。いや、さっき、ね、あの2回ほどいいサイズのシーバスかけてたんですけどね、バラしてしまって、いや悔しい中、まあ、ちょっと癒しのサイズということですねまあでも釣れると嬉しいですね。ありがとうございます。なるほど、すごいね、当たり小さいんですよ。でかかるとねかでかいんですけど、おそらくかかりがちょっと浅い。よし、
さあ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 、あれなんか違う魚か、大きくないんだよなこれ、流れにかかっちゃってすごいちっちゃいのが取れるんだよねちっちゃいのが取れるんですよ。はい、シーク68です。いいサイズがバレるけど、あ、これぐらいのサイズは取れます。今日は、今日の僕は当たりはね、すごい続いてますよ。どんどんいきますかね。この小粒なんだけどよく取るっていうのは武器ですよ。やっぱりルアーってこう小さくなるほど使用感っていうのが弱くなっていくんですけど、このシーク68は68ミリという小粒ながらもしっかりしたね、引き抵抗を見てますんで、ね、使用感という意味ではスコブリーです。釣れる。だけどそんなに大きくないですね。よし、同じぐらいの回数。はい、釣れました。シークレット8のタコダイレチャートです。シークレット8のヘビーウェイトですね。結構ね、食うとこのポットも遠いんで、距離を生かした釣りというのがね、今の当たりが出てます。ヒレも取ってね、かっこいいシーバーですね。やりました。お疲れ様でした。今日はですね、お昼からね、南部表浜名湖をメインに、釣りをしてきました。でですね、まあ水利公園の方はですね、小さいベイトにボイルしてる魚、実はね、あれね、正体がね、小型のアーモンドそうです。ちなみにルアーが 10g 以下のね、ちっちゃいメタルジグ、これがね、やっぱ釣れるみたいなんで、ぜひ皆さん釣り行かれる際はね、そちらのちっちゃいメタルジグもお持ちください。でね、本番のこちらナイトゲームやってきたんですけれども、まあ、結局ね、バイト、まあ、ヒットも結構あったんですが、申し訳ございません。いいサイズはね、ちょっとバラシがあり、まあね、シーバサ3匹は釣れたんですけども、ヒットしたルアーがね、こちらのリオ・ベイユシリーズのシーク68ヘビーウェイト、ね、こちらですと。あとね、もちろんシークの8号もね、バイトもありましたし、PR フィッシュも、バイトございました。やっぱね、こう秋ということでね、いろんなベイト、ベイトも豊富にいましたし、非常にこう当たりも多くて楽しい兆候でした。まあね、やっぱりちょっとバラシが非常に悔しいので、またこの悔しさをバネに次回の兆候をね、楽しんでいきたいと思います。今回はね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。